さあそれでは、ハイライト編集の方も終了したようです。今日のゲームハイライトで西山さんと振り返ります。まず荒垣の立ち上がりです。小屋のそれから糸井を連続三振に取るシーンです。まあ立ち上がりの不安も全くなかったですよね。本当そうですよね、はい、2回の表です。ウルフペーニャ、いやこれすごい当たりでした。バックスクリーンに行きます。第5号です。このペーニャのホームランで3連戦ともホークスが先手を取りました。3回の表です。さあ山崎の当たり、これは小屋野が見せました。いやこれは素晴らしかったですね。ナイスプレーですね、はい、あの守りで言えばいいプレーいっぱい出てるんですけど ね、 そ, うですね、うん、そして4回の裏です。ワンアウトからその小屋野が、チーム初安打をセンターに放ちます。そしてこの後3番の糸井のバッティングで、まあ、セカンドゴロに終わるんですが、まあ、西山さんから糸井だったらこのボールっていうね話が出ましたね。上がらないんですよね、あれがどうしてもゴロになってしまうんですよね、はい、そして2アウト2塁で中田はこのボールツーシームかと思われたんですが外のスライダーでした。5回の裏です。2アウト1塁2塁で中島に変えて早くも代打ホフパを送り込みましたがショートフライ。1対0でゲームは後半に入ります。7回の表ウルフが踏ん張るシーンです。2アウト1塁3塁1番の明石、まあ、ウルフはまあ1失点ランナー出しながら、まあ、粘りましたよね今日もね。いいピッチングですよ、やっぱりね、はい、7回までねきっちりやって投げてくれたらね、あのチームとしてはすごい楽って言いますか、こう計算立ちますよね、はい、そして7回の裏訪れた2アウト満塁、ここで栗山監督は村田を起用。そして村田が足の速い左バッターが内野にゴロを打ちます。どうかなと思ったんですが松田ディフェンスの硬さを見せましたホークス。そして8回の表です。変わった宮西が2人取った後ペーニャ、宮西のストレート、もう中田も陽も全く動きませんでした。今日特大これで2対0になります。そして8回の裏も荒垣がマウンドに立ちました。ワンアウトから小屋野それから糸井と連続三振です。まあ、9回行っても西山さんいいようなね、この8回の裏でしたね、はい、そうですよね。ただ一応113球で秋山監督は荒垣を下ろしました。そしてファルケンボーが3連投しませんので9回の裏は森福、ツーアウト2塁で最後はまあチャンスに強いスリーだったんですが三振倒れて試合終了。トータルスコアは2対0という今日の札幌ドームの一戦でした。